エース、その本当の姿をレジェンドたちの言葉から紐解いていく。第2回目のテーマは理想のエース像。すごく胸に強くとどまっているエースの方は金石明人さんですね、はい、あの方が抑えのエースとして戦われている時に、勝負事ですからノックアウト食らうこともあります。でもその次の登板で自らの登板機会がやってきた時に、今まで見たこともない責任感と、その勝負にかける情熱がみなぎった姿でマウンドに黙って歩いていかれたんですね。チームが、監督がコールする前に、ここは俺が投げるんだと、その強い意識でマウンドに向かわれる、その背中が僕はエースだと強く感じた瞬間でしたね。あえてそういう気持ちをね、作るんですよ。それなぜかというと、周りがね、やっぱり自分を見守ってくれる周りがやっぱりそういう気持ちになってはいけないっていうことなんですよね。そういう雰囲気もこう作ってあげないとエースとは言えないですね。僕らの時代はね、やっぱり西崎幸寛投手はね、やっぱりエース的存在でしたね。それはなぜかというと、僕はその時も抑えリリーフやってましたから、西崎が投げる日はもう投げなくていいなというね、そういう一日をね作ってくれたんですよ。でそれでもう一人でね、負けても勝っても完投してくれたから、もうこれがエースなんですよ。いや、自分で、投げててエースって思ったことないです。まあ、一応どうですかね、チームの柱とかそういうような形ではよく言われましたけど、まあ柱のがエースイコールエースなのかと言われるとちょっと疑問もありますけどね、はい、だから本格的なエースって言われるのはやっぱりどんな試合でも投げたら勝たなきゃいけない、そういうなピッチャーのことを自分は思ってたので、僕も何回か怪我をすることによって中継ぎやったり抑えやったりとかあったんですけども、その時のブルペンの、ピッチャー陣ですね、中継ぎ陣の調整法、抑えの調整法、そういうのをやっぱり見てまして、やっぱりこう自分が投げる時は完投してあげた方がこの子らちょっと休めるんじゃないかなとか、中継ぎ陣のこと、チームのことを考えてましたね。42年の歴史を胸に、原点にして頂点。プレゼントとイベントも盛りだくさん。ファイターズレジェンドシリーズ北海道レジェンドマッチ開催。